うん、水質はぼちぼちやね。次は合成台で原生花からオイルを抽出。高校の作り方は錬金術とはだいぶ違うんよ。こんな感じに優しく杵を握って、手のひらをぴったりくっつけた方が滑りにくくなってええよ。あとはあんたの慣れたリズムでやったらええわ。原生花の水分が、へえ、やっぱ素質あるわ。すぐ理解しはった。ほんなら